ナッシングラート聞いてました。あれ？サントラ？こんばんは。いる声でありがとう。こんばんは。はい、今日はお誕生日でした。今お部屋に親がいます。誕生日おめでとう。ありがとう。さっきまでお父さんもいたんですけど、ちょっと私の荷物をね整理してくれてます。今日は夜公演見に来てくれて、4年ぶりにひなぎくんに会えてよかった。ありがとう。めちゃめちゃ生誕ティーも見えました。ありがとう。そう、エンディングライブ楽しかったです。楽しんでたねって言われた。結構来てた方いましたね。ねえ、葵ちゃんも今ツイッターあげてた。え、見てない。多分違う人。え、生誕ティーの話？いや、分かってますよ。あの、違う、いろんな人がいてっていうお話。そう。サプライズありまして。のお花。ハッピーバースデーフラワーと。じゃん。すごい。すごいよね。親ってか家族と一緒に食べたいと思います。そう、そのまま持って帰れた。よかった、崩れなくて。ひなうちはかざしてよかったです。改めてまたありがとう。嬉しい。ひなのサプライズはマジびっくりねえ。私も知らん、ほんまに知らなくてびっくり。アイビーの採点92点を飛ばして93点になってた。え、飛ばした私。90、91、92、93。あれ、ひなぎく部分も食べられます。これすごいよね。チャマチョコはおうちでお留守番でも一泊なら大丈夫。長谷川さん、タワーありがとうございます。ありがとうです。そうなんよ、食べたかったんですけど皆さんとケーキ、そんな時間がなくてね。そうね、フォークある。まあ、入刀しようかな、ケーキ。
いや本当に素敵なお誕生日でした。本当にありがたかったし、ここで過ごせてよかったって思いました。演目的に原点の化粧ってなと思った。本当舞台前まで食べてるのかな。ケーキでしょ。ねえ食べたかったんですけど。本当にダムノさんくす玉倒し、あダダダダムノさんありがとうございました。ありがとう。皆さんと食べたらこのケーキもね一瞬でなくなりそうだけど、なんでなんだろう。プレゼントでいただきましたねケーキを。家族で食べますということで。僕はまた一人になる。くさー、食べにくい。すごさ感じた。本当めくさー、どうしよう。すごいな、これ保存したい。すごすぎる。髪の毛一本一本もわかるもん。どうしよう。いちご、いちご食べよう。端のいちご。するみたいに端から。確かに。うん、うん、これいくらでもいけるやつだ。手が疲れちゃった。いて美味しい。夜に甘いケーキ美味しそう。甘すぎない美味しさ。これいいケーキです。明日は多分ちょっと太ってます。私が広島に忘れてきた茶わんこ持ってきてもらった。あとちょっとだけど、はあ、痛い。茶まちょこ、つーもさん、あわー、ありがとうございます。初めて遠征先にいるのみたいな。連泊の時はね、できたい。ありがとう。稽古期間中に嫉妬したように見えたから。ねえ、そうなんです。めっちゃ言われる。最後の甘蜜つきの小腸図の表情が素敵。本当？今回の歌どうだった？今回の歌上手だった？曲的にいい歌よね。今日めっちゃ良かった。嬉しい。歌最高だった。ありがとう。最初のダンスの力強さもいいね。そう、今母がいらっしゃる。
夜公演イヤモニ大丈夫だった。イヤモニね、全然つけられなくて、上手、あの一番は一個もつけれずに歌いました。2番からちょっと頑張ってつけたけど、あまりつつき毎日聞いてる。ほんと？やっぱないとね、ボワボワしてた。頑張れて心の中で祈ってたありがとう。僕はアレンジバージョンが好きでした。でしょ？いいよね。どっちもいいんですけど、もちろん。昼公演階段でつまずいた？つまずいた。池ちゃんが世界のトレンドで世界11位。なんで？すごあれ？毎日の会を忘れないよっていうやつ。黄色いから自前なのね。そう、セプトさんぐらいですから使える時があるの。母は軽気持ち。母は私の散らかった荷物を今整理してくれてます。やっぱさ、寝たじゃないや、泣いた後はさ、あの歌えなくて、そのお芝居中、演技中のさ、奉納最中全然歌えなかったんですけど、アフターライブはちょっと一息つける時間があったからね、そこでなんかできたって感じがしました。うん、大丈夫、とありがとう。花びらアンピに振りかけた。こんばんは。丈夫、おめでとう、ありがとう、嬉しい。本当に知らなくて、お昼公演の後にサプライズしていただいて、うん、ありがとう。今回で繰り返し見る楽しさを覚えたいいですよね。今日夜笑っちゃったもん、悔しい。かもやってたけど、夜刀剣で行けてよかった。うん、ありがとう、来てくれて。なんか実際さ、まだ2日しかやってなくて、4分の1が終わったくらいなんですけれど、日数的には。なのにもう皆さんなんかアドリブで遊び始めてるから、早くないと思って。いつもは5日間本番があって、3日目ぐらいから遊び出すぐらいの感じなイメージなんですけど、もう今日の日お昼とかで遊んどったけさ、え、まだ3公演目よ。14公演中の3公演目ですけどってなった。そうそう、あのアフターライブで同じ曲でも雰囲気違くてよかったね。そうなのよ、ありがとう。昨日サプライズあるなら昼公演って予想してなかったっけ。ね、今日噛んでたよね。私噛んでないよ。2チームだから2回戦しろから気分ね。もうでも寂しかった、今日繰り返しなるし。でもあの
なんか回を重ねて、本番中もさ、その演出の内栗さんがこう見てくださってて、あそこはああした方がいいんじゃないかみたいな。で、そう、今日セリフが変わったりしてたんですよ。昨日の2回を踏まえて今日セリフが変わってるシーンとかあって、そう、また変わるかもしれんけどね、どこか、その何回も見に来てくださってる方もいいんじゃないかな。みちもアドリブいけてんの？入れてるの？入れてない。でも大人な雰囲気ポーズは、そう、アドリブっちゃアドリブ。いや、対応できてないよね、本当。もうなんかさ、今までは一緒に笑ってもまだ大丈夫な感じだった気がするんですけど、一緒に笑ったらダメっていうか、仲がいいわけじゃないからさ、そのサンバカさんたちとひなぎくはね、なんか初めましてっていうか、そんな感じの関係性だから、フェイタはアドリブどこで入れようかな遊び出す。いや、大人なポーズね、わかんないんですよ、何が大人なポーズか。おきちゃんに聞いてみようかな。サインさんの心穏やかに、そう、健在、こんばんは。流れが分かりやすいみたいな。みちの大人ポーズはアイビーのセリフ変化を希望ということ？前のひなぎくサイン入り地引きした。すごい、ありがとう。今日はメンバーの誰か見に来てた、夜公演、前共演してたみのりさんとはんなちゃん、メンバーゆみりん、ココアで、トロブさん。可愛いと天使しか言ってないような気がしたから、他の言葉もっといろんなボキャブラリーで褒めろってこと。こんばんは。カンバッチひなぎく2種出した、すごい、ありがとう。前配信で言ったけど、ユミって本当にミチの舞台毎回ね、来てるんだね。そう、毎回来てくれる。ドロブさんインスタの姿、あ、写真送ってって言われたのに送ってないわ。誕生日おめでとう、ありがとう。もしかして好きなんじゃないかね。そうなんじゃないかなこんばんは。私も今日物販に並び、アクスタ全種類&ランブロ5枚買いました。ひなぎくのサイン入り公開してくれたギャルのお姉さんがメッセージもあって、可愛いと褒めてくれた。
嬉しい。靴すごく綺麗でびっくり。持ち歩いてね。17,800何円だったかな。500円か。ラムロ結果ね、よかったよ。サインはなかった。ブロマイド可愛さレベル、ブロマイド可愛さレベル高い。本当？ラムロ誰が出た？また今度ね。買い忘れたのやつ。キャストの男気じゃんけん動画出したのかね。私早く欲しくて、動画撮ろうって言われる前に買っちゃったのよ。アクスタ揃えたら絶景ですよ本当に。もうね、自分のあの自分の机の前に置いてるんだけど、59分、やばい終わるじゃん。13位席13位、 MKN さん12位、関さん、11位のきさん、10位 N さん、9位昔からおじいさん、8位丸三角四角さん、7位マサさん、6位ジャストミトさん、5位テリーピーさん、4位ヨシヒコさん、3位ツモさん、2位長谷川さん、1位ダダダダモノさんでした。ありがとう。ラキナバ22位ダルルンちゃん、ケンちゃんでした。ありがとう皆さん。23さんもよろしく。またね。ありがとうございました。たくさんお祝いありがとう。ありがとう、スタッフさん、ありがとう。ありがとうございます。ん？嘘。